ご視聴あざます。しです。今回はやる気のない高卒認定、遊び歩く高校1年生についてまとめました。さすがユタボン氏、高卒認定試験まであと40日を切りましたが、公立高校不合格だった時の悔しさも何のその、相変わらず勉強そっちのけのどちらけでしたので、見ていきたいと思います。さて、皆さんは炎上系弁護士という新しいジャンルを確立したから澤隆博という人物を覚えてますでしょうか。直近でライブストレスはしたユタボン氏に、次のようなポストを投稿してました。ユタボンの方が憲法について理解している。秘宝、第5子、国民の三大義務を知らないと思われる。第5子がユタボン氏へ向けたポストの内容とは無関係に、ユタボン氏は過去の不適切発言で攻撃、しかもその憲法は小学6年生の社会の範囲です。正直、ついには唐沢弁護士がそんなユタボン氏を褒める意味が全く理解できません。それに対してのユタボン氏のポストです。ありがとうございます。ぜひ今度ご応募お願いします。秘宝、もっと理解できない生き物がおった。こうして社交辞令とも取れるとはいえ、唐沢弁護士がやけにやる気を見せていたリポストが続いた後の唐沢弁護士のポストです。ユタボン、現代社会講義をするからコラボしよう。ぜひぜひやりましょう。いや、ぜひぜひちゃうねん。なんで現代社会やねん。ユタボン氏が入学した航空高校メタバース科のオンライン授業の時間割を調べましたが、こちらになります。合わせて8月に受ける高卒認定試験の科目も調べましたが、こちらになります。現代社会なんや。その現代社会ってチョイスどこから来てんねん。そもそもこの会話って成立してるん。コラボっておいコラボ家の略とかなの。とりあえず現代社会の前に2人揃って社会常識を習って金さいや。もののついでに唐沢弁護士とユタボン氏のアカウントについてちょっと比較しておきましょうか。こちら YouTube のチャンネル登録者数および X のフォロワーの数ですが、 YouTube はユタボン氏、 X は唐沢弁護士が多い数を獲得してますね。ユタボン氏のコラボ相手としてパワーバランスはいい相手だとは思います。共に炎上属性持ちですしね。ただ唐沢弁護士は YouTube の動画投稿は7ヶ月前から止まってるようですし、そもそもの投稿ペースもかなり遅いようです。なのでコラボ動画をアップするとしたらユタボン氏のチャンネルなのかな、それとも両方のチャンネルでアップするのかな。ただ、さっき言ったようになぜ現代社会を教えるのかが本当よくわからないです。今教えるなら高卒認定試験の科目だと思いますし、それ以外ならせっかく弁護士なんだから法律の勉強するとかの方がまだわかります。このタイミングでユタボン氏が幸康と一緒に開示請求について教えてもらうとか、ある意味めちゃブラックで面白いかもよ。こうしてユタボン氏の勉強とは全く関係ない科目でのコラボが決まったユタボン氏、でも本人は本人なりにちゃんと勉強してるはずなのです。5月22日の投稿を見てみましょう。今から一人で旅に出ます。人生は冒険だ。ですよね。東京な。ユタボン氏、無事に東京に着いたようですね。このポストには男性とご飯を食べてる写真が添付されてるんですが、ユタボン氏の YouTube 4月28日投稿分動画に登場した作曲家の方ですね。つまり今回の東京は新曲作成関係で来た感じでしょうか。それとも先ほど紹介した唐沢弁護士が東京住まいのようですので、コラボ動画の撮影が目的かもしれません。相変わらず見る側として当然送るであろう疑問には触れないスタイル、さすがユタボン氏ですね。アパホテル、一人でぐっすり寝ます。おやすみなさい。彼女募集中。ちょ、いきなり濃い情報投げつけてこられても。まずアパホテルは未成年で泊まる場合、親の許可が必要です。以下、アパホテルの規約から引用です。アパホテルは未成年18歳未満のお客様だけのご宿泊に際し、慎重に対応させていただいております。詳しくは未成年者の宿泊に対する同意書をご確認ください。その未成年者の宿泊に対する同意書には未成年者の法定代理人、つまり親が記載する同意書の提出が必須になってますが、あのユキヤ氏が事前に同意書を準備してユタボン氏に渡した。ユキヤ氏の辞書に事前準備なんて文字があるとは思えない。ユタボン氏はどうやって未成年一人で宿泊できたんでしょうか。非常に謎です。そしてそれ以上に突如差し込まれた彼女募集中の文字、中学の時に気になってた子は振られたんだね、ということを考えたそこの君、言葉にしないで飲み込んでおきましょう。そこは大人のたしなみですよ。ところで最近ユキヤ氏がポストをほとんど投稿しなくなりました。時短メールをあちこちに投げつけてるから失言を恐れてるのか、それとも水のユキヤ氏は実は働いてる説がクリティカルヒットしてあまりホイホイと投稿できなくなってしまったのか。とりあえず最新の投稿を見てみましょう。みんなが絶賛していたら同調して絶賛し、みんなが叩いていたら同調して叩く。
自分の意思も信念もない造無造の連中に好かれても仕方ない、世間に好かれるためにこびるような真似する必要ないし、雑音は無視すればいい、常識という世間の物差しを笑い飛ばすのが良識だ、良識こそが自分の物差し。ユタボン氏を絶賛しているファンをも否定する発言はどうかと思いますが、それ以上にユタボン氏のファンが減っていってることに対する負け惜しみに聞こえるのは筋だけでしょうか。みんなが絶賛していた時から言って、みんなが叩き始めたことに対してこびるような真似はしないというのは本人の自由ですけど、叩かれる原因が自分たちにあったと考えないのが雪足の雪足たる雪足ですね。とりあえずファンが未だに離れ続けてる理由はモキシにでも聞いてみればいいんじゃないでしょうか。遠い目をしながら口笛をわざとらしく吹いてくれると思いますよ。ちなみに良識とは物事を深く見通し本質を捉える優れた判断力のこと、常識とは世間一般の人が共通に持っている当たり前の知識と判断力のことです。雪足は常識という世間の物差しを笑い飛ばすのが良識と言ってますけど、水はまず常識という土台があって、その先の高いレベルが良識だと思うんだけどな。雪足、常識破りと非常識では大きな違いがあるんやで、雪足がどっちに分類されるかは視聴者様の判断に委ねます。ではスーパーサンクスの紹介です。そういやこの子、また証拠りもなく、今度は堀江氏にボクシング、今度はスターではなく勝負を持ちかけてるみたいですね。自分の得意分野なら勝てると。その前に体重別の階級やらルールは把握してるんですかね。無差別級、柔道じゃないんだから。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏がホリエモン氏に格闘技をやろうと誘った件です。いつものインプレ稼ぎの座絡みならまだ理解できますけど、あれが本気だったとしたらさすがに痛すぎですね。いや、ホリエモン氏から OK が出たら2つ返事でやるかもしれへんわ。確信ないわ。言及すんのやめとくわ。楽しんで学校行ってる子供たちに、学校は奴隷養成所行くなと散々言っておきながら、どの口が言っているんでしょうかね。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏が不登校から言って、学校は楽しむ場所と言い始めたことに対するコメントです。ユタボン氏の友達で誰か一人でも過去の発言謝罪したらとか言える人はいないんでしょうかね。ユタボン氏の将来を考えると、そういうことを言ってあげられるのは本当の友達であり優しさだとスイは思うんですけど、制度の乱用はどこかしか歪みが起きますね。いずれ法律がまた追いつくのかな。ボギー中佐様、スパさん、あざます。こちら雪足や堀口氏による時短メールに対してのコメントです。一部界隈では有名になってますけど、全国的に言えばまだまだ広く知られてることではないので、水としては法整備が整うのは懐疑的です。まずは SNS を利用する人が非マル中傷は書かない、身に覚えのない時短メールに対しての正しい対処法を理解する、この方が法改正を待つより建設的だと思います。ジンベエ、涼しそうで素敵。レンちゃんのプロテクトギアはサイバーチックですな。トム様、スパさん、あざます。レンちゃんの衣装、これが選ばれたのはかなり意外でした。メモ体育会系のレンちゃんとしてはぴったりかと。ぴったりだよね。高卒認定もそうなんですが、この子普段の勉強状況はどうなんでしょうかね。いや、視聴数にもインプレにも貢献したくないので、私が確認できないだけでやってるのかもしれませんが。トム様、スパさん、あざます。 C が生体観測してる範囲ではほとんどしてませんね。今回紹介したように平日に普通に東京行ってますし、通信制高校が週何日の授業があるのか分かりませんが、普通の全日制高校くらいの勉強量はまずしてないと思います。レンちゃん、先日は3連続キックありがとうございました。最高のご褒美でした。好き、チュ。田中ゆり様、スパさん、あざます。ちなみに今回のレンちゃんはそれっぽい衣装を着てるので脚力10倍になります。骨折では済まないかもしれませんので、ご了承の上お蹴られくださいまし。あれ、ごめんなさい、蹴られた後でしたね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。